今日はトゥイングダムです。トゥイングダム今日はですね、はい、私たちのハッピーな一日をめちゃめちゃハッピーです、はい、お送りしたいと思います。まず第一のハッピーはこちらトゥイングダムですよ。私大好きなんで何回も見ちゃう人なんですけども、はい、今日はもうさらにすごいことなんですが、今日7月28日公開初日です。はい、そうでございます、はい、そして28日なんですが、もう家が完成間際となってるんでまだちょっとクロスとかあれなんですけど、内装をね、見ていこうかなと。入れるお家も新着、はい、内覧していきます。お届けしたいと思います。はい、楽しみにします。まずラッキングなのに熱っ。どうでした？よかったんですけどけどですね、本当にけどなんですね。本当に良かったんですけど、すごく、ただそこで終わんのかい、途中かいっていう。いや、私4時間でもよかったよ。いや、俺も5時間ぐらいも行くんかな思ったけど、さすがに、まあ、前編後編ということで、わかんないですけどね、次回予告すら出てこなかったんでまた1年末はOh my god! Oh my god ですよ。全軍、全身。でも大沢さんはもう大木さん大好き。かっこよすぎるやろ。マンのマンです。マンのマンのマンですか。ぜひ見てください。はい、ぜひ。ということで、ちょっと心境いきますか。皆さん、こっからが楽しみ。私も一番楽しみなんですけど。結構、やばいっすよ、多分、ね。中入りましょう。中入りましょう。ねはい、ということで、我が家に来ました。見てください、もう言うてこんなできてるんですよ。すごい。ちょっと今大工さんがコン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 やってくれてるとこ、はい、行きたいと思います。はい、これ玄関ですね。玄関これ多分シューズボックスで、ここが収納になると思います。はい、お願いします。あ、もうすぐ階段ありますね。階段ありますよ。もう扉ガチャッとできたら上上がっても大丈夫ですか？どうぞ。うわ、すごい。行きます。いや、すごい。締め付けの時よりは変わってると思う。はい。わお。うわー、すごい。あ、広い。余裕で自転車できますよ。ランニングマシン。余裕でランニングマシンできます。あ、思ったよりか広い。見て見て、もう手上げても足りへんじゃん。すっごい。これがですね、まあストックヤードになるかもしれない。ここやで。あ、すごいすごいすごい。思ったより広いな。何畳ぐらいあるのかな。4畳ぐらいあるのかな。ここが屋根裏部屋の秘密基地です。はい、はい、すごいね、これ。断熱材かな。ふわふわ、ミルフィーユみたいいますよ。はい、まずはここ寝室になるんですよ。ここが寝室ですか。これが我々の城になるわけですね。すごいですね。あんまこういうとこ見るのも機会少ないんだな。ここはディズニーグッズが全部入るような棚を、今から大工さんに作ってもらいます。で、ここトイレ。寝室から出てすぐ右手にトイレね。なんか今のところより全然広い気にするけど、トイレはこんなに壁分厚いね。そうね、それも言ってたもんね。あの、音聞こえづらいように、ね、で、ここが、はい、洗面台置きます。そうですね。で、その反対側にはウォークインゴール。うわー、すこれ全面台、やったのねいいですね。うわー、すごいっす。で、こっちに行くと、はい、ほらお風呂ですね。まだ途中ですね。で、ここに洗濯物を置いて、はい、ここにサキュレーター回して、あー、はいはいはい。で、こっから私たちの家事動線、はい、最強の家事動線。キッチンから風呂、洗濯、で、ウォークインクローゼットで寝る。で、ここが洗濯機置く。あ、じゃあ冷蔵庫置く。そう、冷蔵庫。これ食洗機。あー、すごいすごい。で、こっち側にもう一個冷蔵庫を買うね。冷凍庫ね。そう、冷凍庫と、今使ってる食器棚かな。そう、ここあれ、パントリー。これパントリー。で、これキッチン。2500のキッチン。すっごい広。え、めっちゃ広。今のキッチンここまでしかないですよ。そうね。700円。めっちゃ広。
きなりいっぱい撮る。これまだ紹介しますよ。はいはいはい。いいやつですね。あ、これラジオです。それ、なんかすごいや。職人さんのラジオ。めっちゃすごいラジオや。うわ、こげこんなにもありますよ。えぐ。気をつけてくださいね。はい。あ、これ、ここにつけてくれるやつ、これやん。これ2枚もありました。1枚、おまけですか。おまけしてどこにつけるおまけしたらどこにしようかなって思った、はい、これはチラッとだけテーブルね。これ大地さん、オリジナルのテーブルね。そう、で、こちらリビングで、LDK ね、吹き抜けがあって、吹き抜け、すごーということです。はい、なかなか見れないですからね、こういう時って。またおいおい、ちょこちょこ来るので、次はクロス貼った後とかな。そうね、行きましょう。はい、はい、どうでした。最こうじゃなかったですか、うん、あの段階ではもう、まあ、想像通りというか、うん、もう完璧なんじゃないのっていう、うん、まだもうあんだけあってやで、あってなんかピロク感じたわけやん。ピロク、ピロクあ、ピロク感じたわけやから、あれがもっとものなくなったら、うん、もっと広くなる。新設とかも最初もっと小さいからなんですけど、意外とやっぱね、ものなくなったら、うん、まあ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  4.9 畳が狭いけど、うん、まあそれなりに、まあ、広かったんじゃないかなと、うん、なんか他気になるところありました。気になるところっていうか、ただただ思ったのが、うん、その、うん、職人さんがああやって一個一個寸法を見ながら木材をさ、あのノコギリでさ切ってつけていってくれてるんやなって思うだけで、なんか感謝やなって思ったやっぱあれを見ないと、なんかいきなりはい完成ですっていうところを見ただけではあの苦労っていうのはわからないですよね。やっぱ私もやし、ガイちゃんもやけど、私らって現場の人間なんですよ。そうやので、ああいうね、現場の人のねがいてこそねっていうのがね、なんかどうしてもそっち目線、そこがいて成立するんですよお客さん目線じゃなくて、なんかこう現で汗を流してる方側の目線でなんかこう感じてしまうから、家の感想っていうよりも職人さんへの感謝みたいな、ね、やってくれてほんまにありがとう。暑いですから、めちゃくちゃ暑いですよ。炎天下39度ですよ。そうですよ、死にますって。ないよね。いや全然大丈夫ですよ、スポットクールあるんでみたいな。いやいや、暑い、そんな問題じゃないですよと。そこがなんかいけてよかったなと思いますね、うん、まあ実際にほんまにこう土地を買い、枠組みができ、胸上げが終わり、うん、初めてこう家の中に入りっていうところに来たわけですよ。なんか夢のようじゃないです。いやだから夢のようなで、夢が進んでますね。そのまんま夢が夢の通りに進んでいくっていう一番理想的なパターンになってますね。いや本当に。一番最初に、まあほんまに。多分これは何回も言うと思うんですよ、いろんな動画で私ら言うと思うんですけど、初めってなんかほんまに一歩踏み出す時ってめちゃめちゃ怖かって、それが正解なのか不正解なのかも分からへんけど、遠い未来のこととか考えてしまったら絶対に前には進まれへんかったことだと思うんやけど、一歩踏み出したことで今、うん、今を楽しむって、今を生きるっていうところの私らはそういうプレイスにこう入ってるんじゃないかなと思って、うん、これからもかいちゃんと一緒に、ダンちゃんと一緒に今を生きるっていう意味で今できることをやっていきたいですね、はい、今できることをね一歩一歩ちゃんとやっていく、うん、そう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 、だからこれはもう松谷さんのおかげということで、リスペクト。なんでね、もしよかったら、ね、松谷さんにちょっとね、そうですね、相談してもらってもいいかなと思うんですよね。積水ハイムさんの、まあ、私の中でもその強化のすごく高いところっていうのは、電気屋さんであったりとか、うんうんうん、足場屋さんであったりとか、うんうん、クレーンの方であったりとか、もういろんな方と会わせていただいたんですけど、全て本当に笑顔ですごいなって思わへんの。いい人ですよ。いい人しかいないんですよ。なんかね、あれ若者みたいなんですねそうですよ、いい人しかいないんですよ。いい人しかいない、いい人に恵まれて、なんか積水ハイムさんってそういう人を雇ってないのって思った
いや松谷さんのやっぱり力じゃん、これはリスペクト全てはもう松谷氏にかかっていると。ほんまに例えばですよ、私シングルマザーだし家なんか建てられるんだろうかとか、こんだけしか私たち収入ないけど家なんか建てられるんだろうかとか、どこに土地があってどうやって家を建てたらいいかわからないとかいう人も絶対、私らもそれで一緒に悩んでた人たちなので、だけどほんまに松谷さんになって全てを解決、全部解決してくれる。何もやってんもん俺ら。いやほんまに何もやってない、ね、松谷さん全部やってくれてるから。全部洗い出しから、ちっちゃい洗い出しから、メリットデメリットっていうところも全てこう包み隠さずに話してもらって、ほんまにいいですよ。リスペクト何やそれ。ということで今日も見てくださりありがとうございます。ありがとうございます。ベトベトです。ほんまにもう。ほんまに。やばいで。まあ、すこさん、あすこさん。まんのまん。まんのまんのまん。見ないとわからへんけどな。